お久しぶりです。ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介いたします。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、データなどの問い合わせは、ウェブストア掲載後、ウェブストアの方にお願いします。これから掲載する商品が、紹介する商品、5月の1日、夜の21時にアップされる商品です。なります。詳しくは概要欄に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。はい、それでは T シャツです。こちらのボディですね。サイズがミディアムサイズ。ボーダーティーです。100% コットン。オレンジベースのね、ボーダーティーになります。首だけこうリンガーになってますが、はい、M サイズ。状態もいいですね。はい。まあ、フェイクアルファでこういうボーダーティーありますが、オレンジ非常に可愛いんじゃないでしょうか。はい。女性が着てもね、可愛いと思います。しかもまあ 100% コットンですしね。はい。ヴィンテージのボーダーティー、9800円に消費税です。はい、続いてはこちらのボディで 100% コットンのミディアムサイズ。はい、こちらも、カレッジプリントのラバープリントです。ブルーに、白のラバープリント。まあいい感じのひび割れプリントになりますね。はい、ミディアムサイズですが、ボディは少し大きめです。はい、僕が着るとちょっとね、ぴったりになってしまいますが、はい、まあヴィンテージ的なね、風合いもいいと思います。はい、こちら5800円に消費税です。はい、続いてはチャンピオン。はい。バータグのミディアムサイズ。88ボディの、赤ですね。赤。そしてリンガー T シャツになります。ただ、こちらが染み込みのプリントですね。はい。まあ、ちょっと今回ミディアムサイズですけれども、はい、こちらもね、サイズは、まあ僕はちょっと小さいんですけれども、はい、ミディアムを着れる方もいると思います。染み込みプリントで7800円に消費税です。はい、続いてはチャンピオンの、トリコ、ラージサイズですね。88。はい、こちらラバープリントですけれども、ちょっとね、まあダメージ雰囲気系です。はい。まあこれもね、結構定番なプリントなんですけど、ラージサイズ、自分がちょうどいいサイズです。はい、こちら6800円に処理税です。はい、続いても、はい、よいしょ。トリコの M サイズですね。こちらも88ボディ。はい。そして、ひび割れプリントのラバープリント。まあ、ちょうどね、大きめのプリントです。こちらもミディアムサイズで、ちょっと小さめですけど、自分は。はい。まあ、少しね、雰囲気出た感じで。まあ、襟元少し伸びてますけど、まあ、中にタンクトップとか入れてね、夏場着ていただければ。こちらも6800円に消費税です。はい。続いては、シュー 90s のチャンピオン、ミディアムサイズ。はい。そして、こちらが、はい。バスケットですかね、キングス。ロサンゼルスキングス。はい。まあ、霜降りのね、グレーが、まあ、先ほどの88とは違いますが、こちらは 100% コットンです。はい。胸ワンポイントの刺繍です。はい。まあね、こういった最近ね、チーム系のやつもね、人気あります。はい。こちら7800円に消費税です。はい。続いては、ヴィンテージ T シャツ。タグは欠損してますが、こちら、まあ、サイクリング的なね、やつでしょうか。染み込みのプリントです。まあ、女性のね、はい、プリントですけれども、はい。サイズ、ラージサイズはあると思います。自分がジャストサイズぐらいです。まあ、プリントがね、非常にいいと思います。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いて、こちらボディが XL ボディ。こちらも、50ですね。はい。ネイビーの可愛いプリントですけれども、スヌーピー。はい。まあ、うちの娘も最近スヌーピーにハマっておりますが、XL、ちょっとゆったり着れますし、女の子がね、女性がちょっとダボっと着ても可愛いと思います。はい、ネイビーに、ちょっとパープル、ピンクのね、このプリントが可愛いですね。はい、こちらも6800円に消費税です。はい、続いては、ヘインズボディのラージサイズ。白タグの 100% コットンです。はい、こちらはフラミンゴのね、プリントですけれども、はい、白ボディに、こちらもね、ピンクのこのプリント。可愛いんじゃないでしょうか。はい、ヘインズボディのラージなんで、ちょっとね、シルエット細めですけれども、はい。プリント可愛いですね。こちらも6800円に消費税です。はい、続いてはタグが欠損してますが、はい、エディバワーでなります。はい、アウトドア系のね、ブランドの T シャツもね、最近こういうちょっと古いものが人気が出てます。80s ボディだと思います。はい、ベージュにブラウンの染み込みのプリント。はい、サイズ感はね、ちょっとミディアムぐらいです。こちらもちょっと細めですけれども、はい。意外と探すとね、ないんですね。エディバウアー。こちら7800円に消費税です。はい、続いてはロンティーのデッドストックになりますね。はい。
イルダンの、はい、XL ボディ。ちょっとね、ネックがハイネックになってますが、白ボディのデッドストック。はい。こちらね、一回乾燥機に入れるとね、ちょっとギュッと詰まります。丈ね、ちょっと長めなので、一回乾燥機に入れてあげると、丈がね、何センチか縮みが出ます。はい。ちょっとダボっと着るのもね、いいと思いますし、白ボディ。はい。まあ、ジーンズなんかともね、相性いいと思います。はい。一着持ってでも使えるんじゃないでしょうか。はい。こちら6800円で処理税です。はい。続いてはアーティスト系ですね。サイズ、ラージサイズの 100% コットン。白ボディ、ダリですね。はい。プリントがね、いいですね。はい。ちょうどね、このプリント高めにあるのがね、こういうジャケットとか、Gジャンの下なんかに着てもね、合わせやすいと思います。シンプルなフロントのみの、ピクチャーになりますが、はい、こちら 12,800 円に修正です。はい、続いてこちらが XL ボディ 100% コットンの、はい、こちらもアーティストですね。はい、バックプリント入ってます。ステイン。ちょっと肩の辺にね、少しダメージあります。そして全体的にね、少しフェードした雰囲気と、このプリントも少しフェードしてますね。はい、ステインのアーティスト。XL ボディなので、こちらもゆったり着れます。まあ、こういったカバーオールのね、下に合わせてもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら 19,800 円に消費税です。はい、続いて、半袖のシャツになりますが、はい、こちらポロシャツですから、リーバイスです。リーバイスの XL ボディですね。はい、このタグといえば、まあ、オリンピックの時のね、タグと、まあ、認識は、まあ、皆さんしてできると思いますが、はい、ブルーと白のね、ボーダーのポロシャツです。そしてね、襟元スナップ、まあ、ボタンダウンのようになってます。かわいいです。そして、袖口のここにね、白タブのリーバイスのタブがついてます、ちゃんと。XL ボディなので、自分がちょうどいいサイズだ。気持ちで丈は長いんですけど、まあ結構ね、インしても可愛いんじゃないでしょうか。はい、カノコ素材の、はい、ボーダー、リーバイスのボーダーポロシャツ。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いて、半袖シャツですけど、ピルグリム。いいタグですね。はい。サイズがラージサイズ、16、16ハーフ。はい。100% コットンです。綺麗なね、チェックシャツですけれども、まあ、ブルーにね、この白のチェック。はい。ボックス型でサイズ感もいいですね。自分なんかもちょうどいいサイズだと思います。まあ、これからの時期ね、夏に、まあ、白の V ネックの T シャツかなんか着て、合わせていただければ、綺麗に、デニムなんかと相性いいと思います。はい、こちら、15,800 円に処理です。さあ、ハワイ行きましょう。はい。OP ですね。OP のラージサイズ。はい。パイナップル柄です。はい。こちらもね、ちょっとまあ、コットンと言いますか。うん。薄手のコットンですね。はい。ブルーに黄色赤のパイナップル。はい。まあ、OP ね。ライトニングボルト、ハンデとかね。やはりこのね、夏を代表する、このサーフブランド、はい。ラージサイズ。自分がね、ジャストサイズぐらいだと思います。さらっとね、夏に。ショーツ、デニムのショーツなんかと合わせてみてください。はい、こちら7800円に消費税です。はい、ヴィンテージのハワイアン行きましょう。はい、こちら、ジャンセンですね。サイズが、表記がラージサイズになります。はい、僕もね、結構好きなんですけど、100% コットン、コットン素材のハワイアン。まあ、実際ね、レヨン、ヴィンテージといえばレヨンですけど、コットンもね、コットンで、やっぱ着やすいです。まあ、言い方ですけど、気を使わずにね、着れるという。はい。ラージサイズ、自分がちょうどいいサイズ感。白ベースに、はい、金魚ですね。はい。ネイビー、白とネイビーのこの金魚。これね、雰囲気いいですね。はい。今日ちょっと僕、ブラックですけども、やっぱブルージーンズね。なんか、あとは夏場、ちょっとカットオフのね、デニム。もしくは、チノなんかと合わせてもいいんじゃないでしょうか。少しね、色が襟元とかフェードしてますが、雰囲気抜群にいいと思います。はい、こちらで、ね、39,800 円に消費税です。はい、続いては、これはもうね、デッドじゃないですかね。もうパキパキしてます。はい、メイドインジャパンのね、レイヨン 100% です。はい、これも綺麗なね、柄ですね。はい、海に、はい、まあ、このね、オレンジのこの、夕日のようなね。はい、サイズ感が、すいません、M サイズになります。ハワイアンの M サイズは僕がね、ちょっとジャストぐらいになっちゃいますが、はい。まあ、ハワイアン、ちょっとね、ワンサイズ上げて、少しゆったり着るぐらいがね、合わせやすいと思います。はい、ほぼデッドストック。はい、こちら、19,800 円に処理税です。さあ、続いては黒ベースですね。はい、サイズこちら、M サイズ。はい、
まあ、カリフォルニアと入ってます。この襟もね、長い襟で古いと思いますね。またこの黒ボディに黒ボタンというのがね、かっこいいですね。はい。全体的に少しだけ焼けがあるのかなと思うんですが、うん。まあ、黒ベースですけどね、ちょっと赤と、このね、フラワーの柄が多めです。はい、ミディアムサイズ、自分がジャストぐらいですね。うん、この柄結構いいですね。はい。まあ、黒ベースのハワイアもね、やっぱ相変わらずの人気です。ちょっとすいません。肩ぐらいにここにね、少しダメージがあるんで、まあ、ハワイアも裏からね、貼っていただければ、ある程度は、直せると思います。はい。こちら、59,800円に消費税です。さあ、続いて、これも定番ですね。カハナモクの、はい、パームツリー。はい。赤と言いますかね、ちょっとこう、朱色のようなね、赤です。はい。こう、小さいタグの方のカハナモク。はい。サイズ表記が、ちょっとないんですが、ラージサイズはあると思います。はい。まあ、僕もね、よく言うリバースウィーブもそうですけど、赤推しです。結構この、少しね、色が褪せた赤は、何でもね、合うと思います。うん。まあ、ブラックジーンズでもいいですし。はい。まあ、ブルージーンズでもね、濃いジーンズなんか、濃いね、デニムなんかと相性いいと思います。まあ、こういったカバーオールの下に合わせてもらってもいいし、このパームツリー柄ね、本当に相変わらずの人気じゃないでしょうか。うん、かっこいいですね、やっぱり。はい、こちらで 79,800円に消費税です。さあ、寝るシャツ行きましょう。はい。こちらのブランドで、サイズ表記が、ちょっと読みづらくなってますが、ラージサイズか、あ、XL ですね。XL サイズです。はい。まあ、定番こちらもね、ちょうどブラックベースに、ブルーに緑。XL なのゆったり着れますし、まあ、着丈もね、いい感じじゃないでしょうか。状態も非常にいいと思います。はい、こちらで6,800円に消費税です。はい、続いてはプリントネルになります。はい、サイズ XL、エクストララージ。はい、こちらも赤黒ベースですけど、はい、下が、一応ボックスタイプですね。はい、ちょっと着丈ね、若干長めですけど、まあ XL なのでね、ダボっと着ていただければ。プリントネル。まあ、ちょうどね、今自分、僕もシャツよくね、首にかけたり、首に回したり、肩にかけたりもしますけど、そういう使い方していただいてもね、まあ、ちょうど、帰り少し寒いなって時にね、肌寒い時期にはちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで 12,800円で消費税です。続いては、ブルックスブラザーズですね。はい。僕も大好きなボタンダウンシャツです。サイズミディアムサイズ。はい。ちょっと濃いめのね、ブルーに。ネイビーと赤のストロー、チェックです。ブルックスは M サイズは僕がちょうどいいので、だいたい15ハーフから16ぐらいじゃないでしょうか。うん。これが僕がジャストサイズのサイズです。まあ、当然ね、状態は非常にいいですし。まあ、スーツ着られる方がね、中にパリッと着てもいいですし。まあ、ファッション的にね、ちょっと一番上まで締めて、チノパンなんかで合わせてもいいと思います。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてはオールノーのシャツ、ガンツですね。はい、こちらもサイズ表記は、ちょっと見えないんですが、まあ、サイズ16ぐらいでしょうかね。はい。まあ、ピンクに、綺麗な黄色と緑の縦ストライプ。はい、オックスフォードです。後ろも3点止めのボタンダウンシャツ。サイズが15ぐらいですね。自分はちょっと小さいんですけれども、はい、こういうオールドね、シャツも、なかなか綺麗なね、程度、なかなかないと思います。はい、こちらも6,800円に消費税です。はい、続いてはコットンニットなんですけれども、ラルフローレンです。はい、こちらミディアムサイズ。ハーフジップの胸ポニーですね。はい。こう、まあ、プルオーバータイプですけども、はい。まあ、今自分だったらね、ちょうど長袖でね、1枚。まあ、そんなに厚手のコットンじゃないので、はい。まあ、柔らかい素材です。もう、ラルフローレンらしい素材ですけれども、はい。大人の男性、シンプルにいいんじゃないでしょうか。7,800円に消費税です。同じく、ハーフジップ。はい。先ほどの色より、ね、少し色の、トーンが薄いタイプのネイビー。ミディアムサイズで7,800円になります。はい、続いては、パタゴニアです。パタゴニアの XL になりますね。はい。まあ、薄手のね、こう、フリースのような素材。これも 100% コットンだと思います。はい。赤黒ボーダー。これいいですね。うん。シンプルに合わせやすいですし。これはいいな。僕のサイズになります。はい。こちらも7,800円に消費税です。
さあ、ヴィンテージスウェット行きましょう。ハーフジップのタグは欠損しております。半袖スウェットのボディがこれ XL ぐらいありますね。半袖スウェットってね、数少ないんですよ。はい。まあ、今の時期だったらちょうどね、T シャツに重ねて、その上にまあ、カバーを着たりとか、Gジャン着たりとか。はい。こちらはバックプリント。しかも染み込みですね。いいですね。このこう、ピューマのような。はい。プリントもいいと思います。バックプリントハーフジップのヴィンテージスウェット。はい、こちら9800円に消費税です。さあ、ヴィンテージスウェット行きましょう。無地です。はい、タグは欠損してますが、ちょっとね、ブリーチのような雰囲気系です。ちょっとステッチの場所ね、ダメージもあるんですが、サイズ L 縮みぐらいです。はい、ちょっとね、ブリーチ剤が入ってしまったんでしょうね。はい、僕はちょっと小さいんですけども、雰囲気系、こういったね、シンプルなスウェット。はい。女性がね、ちょっとダボっと着ても可愛いと思います。はい。いいですね。60年代の100パーコットンです。7800円消費税です。はい。同じく、こちらペニズです。こちらね、スモールサイズなので、ちょっと小さめですが、グレーの。はい。で、ちょっと落書きあります。はい。ただね、いい霜降りですね、これ。長リブですし。はい。S サイズですけど、見た目はね、M ぐらいはあると思います。はい。細身の男性だったら着れちゃうと思いますし、はい。女性、ぜひね、こうちょっと雰囲気系のね、スウェット着るのも可愛いんじゃないでしょうか。こちらも7800円に消費税です。今回安いシリーズですね。はい。こちらもタグは欠損しますが、同じくグレーの霜降り。微妙にツートンになってますね。はい。これはね、横幅が少しあります。袖が若干ね、ラグラン短めですけど、こちらもね、女性なんかがダボっと着ても可愛いんじゃないでしょうか。まとめ買いしてもらってもいいと思います。7800円に消費税です。はい、続いては、これ大きいですね。ブレント。ブレントで、サイズ表記は消えてますが、これ多分ね、XL はあると思います。こちらも無地なんですけれども、はい。状態がね、非常にいいと思います。後ろにちょっとね、小穴が若干はありますが、このボディ、僕に合わせてもこのぐらいあるので、かなり大きめです。はい。ブレント。こちらもね、60年代ですかね。はい。ラグランではないので、またね、こういうスレッドはね、Gジャンの下に合わせやすいんです。はい。大きめのブレントで、12,800 円に処理税です。そして、こちらはね、ヴィンテージ大好きな女性、本当にね、おすすめです。両 V です。タグはね、欠損してますが、両 V のボディもね、実はめちゃめちゃ程度いいです。肉厚です。はい、この長リブもいいですね。これがね、僕が着れる XL だったらとんでもない値段ですね。はい。無地の両部位。後ろも。はい。ただね、おそらく M 縮みだと思います。はい。まあ、しょうがない。その代わり、スペシャルプライス。15,800円消費税です。はい、続いてリバースウィーブになります。はい。ネイビーボディ、刺繍のミディアムサイズ、90年代。はい。少しだけね、ここの、チャンピオンマークの上にちょっと小穴がありますが、ちょっと濃いめのネイビー。うん。リバースウィーブ。まあ、ちょっとね、あったかくはなってきましたが、まあ、まだまだ相変わらずの人気だと思うので、M サイズは数少ないです。はい、こちら15,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のエクストラージ90年代。綺麗なパープル。こちらね、もう少しね、色がフェードしてるのかな。雰囲気系でいいと思います。はい。まあ、ちょっとね、涼しい夜にダボっと着るのはいいんじゃないでしょうか。あとはね、今買っといて来年に取っといてもいいと思います。XL ボディで12,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のラージ。はい。これは僕のサイズですね。90年代。白ボディですが、めちゃめちゃ程度いいです。はい。汚れ、一切ないんじゃないですかね。そして、チャンピオンマークなし、無地になります。無地のリバースは、数少ないですけど、これね、白の無地、結構ないと思います。はい。もう白、この単体で着てもいいですし、もちろんね、何かジャケットの下に着てもいいと思いますが、グレーよりね、もっとないと思います。はい。ある意味、レアじゃないでしょうか。はい。こちら、ラージサイズで22,800円に消費税です。はい。続いては、はい。こちらはね、メキシカンパーカー。はい。サイズがね、ラージサイズになります。はい。まあね、たまに見かけますが、まあ、ベージュのボディになります。
ラージサイズなのでね、僕がちょうどいいサイズ感じゃないでしょうか。はい、そしてね、まあ、ミシカンパーカーだいたいこのバックプリントが入ってます。イマジンと入って、こう、ピースマークですね。プリントも可愛いです。はい。少しね、フロントのこのポケット部分に少し汚れはあるんですが、まあ、雰囲気系ですね。はい。ダボっと着て可愛いんじゃないでしょうか。7800円に消費税です。はい、続いては、黒のコージジャケットです。ちょっとね、まあ、だんだん暖かくなってきましたが、この裏ボア付きの、はい。まあ、ただ黒のね、無地。サイズがね、ここ下の方にうっすらですけど、ミディアムサイズと書いてます。はい。まあ、ラグランの形なんで自分が着てね、ジャストサイズですね。シンプルな黒無地です。まあ、なんかね、後で自分でこう、プリント入れてみてもいいかもしれません。黒無地、シンプルに意外と探すとないかもしれませんね。はい、こちら6800円に消費税です。はい、続いてはラルフのスイムトップですけども、はい、サイズ S サイズになります。ちょっとこれもね、まあ、暖かくなってきたんであれなんですけど、裏地がフリースです、ネイビーの。はい。まあ、S サイズなのでね、僕は小さいんですけれども、はい。来年、まあ、お父さんのね、誕生日プレゼントの中に貼っといてもいいかもしれません。娘さんが。はい。赤ポニーの、はい、シンプルなジャケットです。はい、こちら、7800円に消費税です。続いては、オールドのパタゴニアですね。三角タグ。サイズ表記はね、切れてしまってますが、おそらく S サイズだと思います。はい、ブルーのプルオーバーパーカー。はい。もう本当にね、薄手のナイロン1枚ですけれども、意外とね、形的に、はい、このね、古いオールドの三角タグなんで、90年代初頭、もしくは80年代終わりから90年代初頭だと思います。はい。フード付きで、まあブルー。まあ女性がね、着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちらも7800円に消費税です。はい、続いても、マウンテンパーカー、LLB になります。はい、サイズ、ラージサイズ。はい、こちらは綺麗なエンジですね。エンジの、はい、L サイズなので、自分はね、ちょっとゆったり着れるサイズか。80s の LLB。後ろのポケットなんかもね、いいんじゃないでしょうか。状態がね、非常にいいです。はい、こちら9800円に消費税です。さあ、ミリタリー行きましょう。こちらが、サイズが15ハーフ。袖が35だから、ちょっと長めですね。はい、もう定番のツーポケのシャツですけれども、はい。袖35なので、ちょっとね、自分でも長いぐらいです。はい。まあ、これからの時期、シャツをね、こう、肩にかけるっていう、まあ、ファッション的にもいいと思いますしね。この定番の形、最近まあここにね、あえてワッペン自分でつけたり、ピンを打ったり、バッチつけたりっていうのもね、シンプルで使いやすいので、はい、ちょっとね、ここ胸元に少しダメージがあるので、まあこの辺はちょっとね、雰囲気系と見ていただければ、こっち側にね、ちょっとワッペンとかバッチつけても可愛いと思います。はい、こちら、7800円に消費税です。はい、続いて M65 ですね。はい、シルバージッパー。そして、サイズ表記が、ミディアムレギュラーですね。はい。ミディアムレギュラー。そして、袖にもワッペンついてます。このワッペン珍しいんじゃないでしょうか。ミディアムレギュラーは自分が着てちょうどいいサイズなんです。うん。6号。まあ、少しね、全体的に雰囲気出てますが、はい。もうこれも定番です。はい。こちら、15,800 円に消費税です。はい。これからの時期ね、今ちょうどいい時期じゃないでしょうかね。6号フィッシュテール。サイズがラージサイズ。少しね、襟元とかに汚れはありますが、まだちょっとこのポプリのね、この色がはっきりまだグリーンが残ってます。このぐらいの色目だったらね、雰囲気系でかっこいいですね。うん、はい、後ろも少しね、リペアがあったりしますが、こういったね、リペアもまあ雰囲気なので、ちょっと僕もね、たまに昔やってましたけど、ダメージ箇所のこのリペアの部分にですね、なんかね、ピンクのステッチ入れたりとか、ちょっと逆にね、違うリメイクとかしてみても、こういうの遊べると思います。はい。ラージサイズ、かなりダボっと切れますが、このぐらいの時期だったらちょうどいいですね。1枚。はい。こちら 25,800 円に消費税です。はい。続いては、ミディアムサイズ。この程度いいですね。ミディアム。はい。まあ、フードとかね、インナー、これからの時期はね、使わないと思いますので、ちょうど自分がダボっと着れる。はい、僕はね、
XS を一応持ってますけど、XS はジャストサイズです。まあ S でちょっと言ったり、M で結構ダボっと着れるサイズが。はい。うちのスタッフでもね、女の子で M サイズ着てると思います。こちら程度もいいです。39,800円に消費税です。さあ、1枚、70505ですね。はい。70505びっくりです。色目は抜群にいいですね。サイズが38。はい。もちろん大きいサイズ、オーバーサイズが今流行ってますが、やはりね、70505シルエットがいいので、はい。もちろんね、結構ピタッと、まあ、ジャスト目で着てもいいと思いますし、細身の男性だったらこのぐらいで合わせても全然いいと思います。あと逆にね、女性がちょっとダボっと着るには38ぐらいでもね、十分ダボっと着れます。デニムのインディコの色目ね、最高です。縦落ちめちゃめちゃ綺麗に。これからもね、全然綺麗に入ると思います。はい、こちらで 59,800円に消費税です。はい、続いては、ディッキーズのパンツですけれども、デッドストックになります。はい。コーデュロイですね。3132表記。はい。そしてね、コーデュロイ、まあ、デッドストックなのでね、ちょっと心の折ってた部分に少しだけね、汚れとか焼けがあるんですが、はい。アメリカの方でね、一本だけ洗濯しました。綺麗にね、洗剤入れて洗っていただくと、焼けほとんど綺麗に取れました。はい。グレーのコーデュロイ、USA 製です。はい、こちらで15,800円に消費税です。デッド。はい、続いてもディッキーズのデッドストックになります。はい、こちらがね、3830。はい。まあ、これもね、綺麗な色目ですね。こう、ちょっと光沢のあるこの緑。はい。3830なのでね、ちょっと大きめにダボっと履くには、まあ、ディッキーズはね、まあ、だいたい1サイズから2サイズ上げて履くのもかっこいいと思います。この色目、ちょっと人とね、違った色目なので、誰とも被らないと思います。はい。こちら、12,800円に消費税です。続いてはベン・デイビスですね。ベン・デイビスのブラック。はい、こちらも。これもね、ほぼデッドの状態だと思うんです。綺麗ですね。非常に状態です。はい、こちらはね、3432。ちょっとレングスがね、僕は長いかもしれないですけど。まあ、ベンもね、ちょっとこう大きめに履くのがいいんじゃないでしょうか。はい、ブラックで、こちら9800円に消費税です。はい、これはね、大人の男性にちょっとね、見てほしいんですが、こちら、リーのリンズです。ちょっとデッドストックなので、ちょっとここはね、あれしてますが、はい、リーンズ。まあ、少しね、リンズといえばスリム、細めなんですけれども、このね、フロント、見てください。まあ、ベルトレスなので、はい、ベルトループついておりません。はい、デザインとしてもね、ちょっとこう変わったデザインなんですけど、ベルトレスで持って、さらにちょっとね、映像で見えれば、ちょっとね、光沢がある、素材になります。85% レーヨン、15% アクリル。はい、バイリーと入ってます。リーンズですね。はい、シルエットは、もちろんリーンズなので、ね、ちょっと細身です。はい。しかもね、ちょっとレングスが若干短めなんですけど、はい。デッドストックで3230。ただね、レングスね、多分ちょっと当時の人がね、上げてると思います。レングス27です。はい、ただこの色目がね、非常に珍しいと思います。はい。細身のパンツなので、もうスラックスっぽくね、合わせられますし、まあ G ジャンなんかとか合わせても、ね、非常にかっこいいと思います。デッドストック15,800円に消費税です。さあ、コーデュロイ行きましょう。定番ですが、D のコーデュロイ。はい。まあ、ブラウンです。綺麗なブラウン。はい。サイズがね、3232。しかも、めちゃめちゃ程度いいですね、コーデュロイの。はい。まあ、もちろんね、リーバイスの519、定番ですけど、このリーもね、実は、ストーンとしたシルエットで、ね、綺麗なんです。僕もね、ブラックと、ネイビーかな。リーのこのコーデュロイ持ってます。はい。やっぱりね、リーバイスのコーデュロイ履いて、リーの G ジャンってやっぱちょっと着づらいかな。まあ、リーのコーデュロイ履いて、リーの G ジャンとかね、リーのカバーオール合わせたりっていうのには一本持っててもいいんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いては、リーバイスですけども、517になります。517のコーデュロイデッド。はい、2931表記。いいんじゃないですかね。女性でもいいですしね。女性、この辺のサイズだったらね、29、意外と大きいとは思うかもしれないですけど、リーバイスのね、股上しっかりあるので、はい。普段ヴィンテージのジーンズ、28インチとかね、履
履かれてる方だったら、ちょっと日給で合わせるとね、この517少しシルエットが、綺麗なんで、一本、ブラウンのコーデでデッドになります。517のコーズデッドで12,800円に終了です。はい、じゃあ行きましょう。519です。もう定番。まあ、いわゆるですね、少しシュッと細くなってます。ベージュの、サブロク30、実寸です。はい。まあ、ベージュ。まあ、このぐらいの時期だったらね、使えます。はい。僕もこの519はね、なんだかんだまだ10本ぐらい持ってますが、まあ、ちょうどね、今の時期、ちょうどこれからの時期に、コーデュロイってね、冬のイメージはありますけど、実はね、春先なんかちょうどいいんです。はい、まあ、チノじゃないですけど、こういったね、ベージュで合わせるのもいいんじゃないでしょうか。こちらで7,800円に消費税です。はい、続いては、チャコールグレー。この色目もね、結構ないんです。僕もね、持ってるんですけど、サブロク日給実寸です。はい。これもかっこいいですね。うん。レングスも日給っていうのはいいです。合わせやすいです。まあ、当時ね、裾上げはされてないと思うんですが、少しね、ちょっとだけ折ってた跡はありますが、雰囲気だと思います。チャコールグレー、こちら、7,800円に消費税です。さあ、リーバイスの、まあ、スタプレではないんですけどね、このポリパンツですね。ちょっとこう、綺麗めな、まあ、ちょっと若干ブーツカットになってると思うんですが、このチャコールグレーもね、珍しいですね。はい。黒タブの R オンリー。はい。ちょっと実寸が大きめです。サブ631。ちょっと腰履きして履くのもありだと思いますが、これもね、シルエットすごく綺麗なので、結構ジャストサイズで測れるのがおすすめです。はい、こちら、7,800円に消費税です。さあ、ブラックジーンズですが、はい、505のブラック。はい。まあ、ちょっとね、色目がずず、さらっと落ちてますが、ちょっとこうグレーっぽくなってます。雰囲気系です。はい。3832表記。ちょっと大きめです。ただね、大きい男性もいらっしゃいます。ブラックジーンズ、本当に大人気なので、最近ね、38から40までね、一応ブラックジーンズ買ってきてます。昔はちょっと買ってなかったんですけど、結構大きめで探してみるっていう人もいるので、はい。38、32、まあ、36履いてる方はちょっとゆったり履いてもいいと思います。はい。色、抜群にいいですね。はい。こちらで、12,800円に消費税です。さあ、まあ、5月の1日なんでね、やっぱり501は紹介しておかないとと思いまして、はい。こちら、レギュラーです。USSA ですが、はい。雰囲気系いいですね。当たりも綺麗に出てます。はい。サイズが3232表記。はい。実寸もね、そんなに変わらないです。まあ、雰囲気系です。501の USSA。こちら、12,800円に消費税です。はい。続いても、USSA の501です。これはね、もう色落ち、全体的に、こう、さーっと落ちてますが、はい、このぐらいの色目、お好きな方もいるんじゃないでしょうか。今の若い子だったらね、このぐらいの色目で合わそうがおしゃれかもしれません。3432表記。これは僕のサイズです。はい。僕がジャストサイズぐらいですね。うん。これも雰囲気いいと思います。はい、こちらも12,800円に消費税です。はい、今回、5月1日ということで、まあまあ、僕もね、やはり、リーバイスの501。まあ、こっちの今年ね、150周年とリーバイスさんも歌ってますし、5月1日はま、なんかね、やっぱり501を出さないとなと、はい、思いまして。こちら、501ZXX レザーパッチ。はい。こちらね、ワンウォッシュの程度になります。オフセットですけど、この極太のベルトループ。レザーパッチの跡も残っております。はい。もう完全なワンウォッシュですね。そしてこれ、実はですね、うちで糊付けをしました。はい。僕が糊付けしたんですけども、糊付けをした状態で、まあ、ちょっと今回ですね、お店の方に、こう、一本出してみようかなと。はい。実寸がですね、33のレングス31。パッチ表記がね、3434だと思います。これはゴールデンサイズです。まあ、ちなみに僕のサイズなんですけど、これ僕が履くとね、もう本当にぴったりです。僕は身長177センチ。まあ、基本的に、自分のね、YouTube とかでも3433の僕は66デッドを下ろしましたとか。はい。XX も、僕は3434で、持ってます。こちらも同じサイズです。はい。僕と、背丈じゃないですけどね、体格が変わらない方だったら間違いないと思います。はい。そして、こちらフロントがグリッパージッパーですね。
そして当然ですけど隠しリベット、この色合いを見ていただければ、ちょっとね、糊が当然残っております。はい、ちょっと畳んでしまったのでこちらに立ちはしないんですけれども、はい、完璧なワンウォッシュです。はい、501ZWX レザーパッチ、ベルトループはオフセットなので、まあ、55年、6年あたりでしょうかね。はい。後ろのアケートもバッチリイエローです。もしね、お問い合わせ、ウェブストアの方にと言ってますが、まあ、ちょっと高額なので、もし何か気になった点が、ね、ありましたら、僕の方、本店の方にね、お問い合わせいただければご説明できます。はい。501ZWX レザーパッチ。実寸で3331。はい。こちら120万円に消費税になります。サービスプライスだと思いますね。はい、そしてちょっとこれはね、僕がやっぱり解説したかったので、はい、501WX の1937年モデル、バックルバック、はい、色を見てください。これはね、もうこれも実際ちょっとね、僕がも自分も一本持ってるんですけど、全く同じサイズなんですね。これ実寸が3432です。もちろん、後ろもバックバック。はい。僕が履くとちょっとウエストゆったりで、シルエットやっぱストーンと太いので、はい。そしてこのね、荒々しいいい感じの色落ちです。37モデルといえばアーケード。はい。この深いアーケードですね。まだここのね、ひし形のステッチももちろん入る前です。いわゆる赤タブがついて最初の年代。バックルの金具もシルバーです。ちょっと錆びてありますけどね。はい。レザーパッチもまだ若干残ってます。そして、後ろの隠しリベットも、この、ね、隠しリベット、このフロントのね、ここのリベットと同じリベットを使ってます。はい。多少ね、この腰の部分に少しリペアはちょっとだけ入ってますが、まあ、色の雰囲気抜群です。はい。そして、僕のね、大好きな、たまに言いますけど、このマッチの擦った跡もね、うっすら残ってます。後ろの鉢の巣もね、ちょっといい感じですね。そして、裾口はオリジナルのチェーンステッチ。この耳が細いのもね、バランスいいと思います。はい、そしてこちら、あと説明するとこはないかな。極太のベルトループは当然ですけれども、はい、1937年モデル、3432。ということは、パッチ表記がおそらく3634。が縮んだサイズじゃないかなと思います。はい。こちらもね、ちょっとお問い合わせがあるようでしたら、気になった方は、もちろん、ベルベージュ本店の僕の方にお問い合わせいただいても構いません。はい。めちゃめちゃ雰囲気いいですね。うん。髭も蜂の巣もいい感じです。はい。しかもね、生地感、まだまだ履けるんで。はい。こちら、501WX。5月の1日なんでね、僕の方からちょっと紹介させてもらいます。37モデルで3432、250万に消費税になります。5マッチダメです。はい、まあ5月の1日なのでね、まあ501日なんでちょっとね、WX なんで紹介させていただきました。またね、5月入りましてゴールデンウィーク、これから5月の3日、3、4、5とで、これがまた、アンドベルベルジンで、キッズヴィンテージという形でね、キッズのヴィンテージ今、うちがね、集めてます。あんまりこう、キッズヴィンテージ言うとね、高い商品ばっかりとちょっとイメージされてしまうんですけど、ほんとそういったね、ヴィンテージの、ジージャンだかとか、ジーンズなんかもスペシャルもあるんですけど、本当にね、1000円台から2000円台、3000円台のキッズの可愛い T シャツとか、もろもろね、結構な量あります。で、アンドベルベルジンをね、そういったキッズのね、スペースにできるのもね、ちょっと初の試みなんですけれども、今一生懸命キッズをね、集めて洗濯もして綺麗にしてますので、ぜひね、この 3連休3、4、5の3日間なんですけど、ぜひお子さん連れで遊びに来ていただければ。なんかね、お菓子なんかも用意しておきますので、ぜひ、遊びに来てください。そして、その後、ゴールデンウィークのね、6、7になります。6、7は、エルベス、まあ、カイサさんですね。はい。第4回目になります。ボリューム4。エルメスのヴィンテージを、またね、ポップアップ2日間。なので、3、4、5の5日、3日間は、キッズのヴィンテージです。そして、6、7の土日は、また、カイサさんのエルメスヴィンテージを2日間やらせていただきますので、今回もですね、相当いいの出していただいています。
はい。まあ、ちょっと僕は喋らないと伝わらないのでね。はい。ちょっとね、そういった意味でゴールデンウィークは、またね、たくさんの、もう本当にね、地方からもそうですし、ぜひ遊びに来てほしいので、よろしくお願いします。